ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ちゃお。さあ今日は一体どんな解説をしてくれるのかしら。今回の解説はこれだ。予想外の大赤字となった映画4000。映画って1本撮影するのにものすごい予算がかかるんだものね。それで赤字になったら大変なことだわ。庶民の私たちにはわからないような数字だぜ。映画の中には視聴者から大きな期待をされていたにもかかわらず、大こけして赤字になってしまった残念な結果の映画もあるんだ。今回はそんな予想外の大赤字となった映画をいくつか紹介していこうと思うぜ。楽しみね、よろしくお願いするわ。ではでは、ゆっくりしていってね。まず一つ目に紹介するのは、実写版ブリーチだ。ブリーチって、少年ジャンプで連載されていた人気漫画よね。その通りだぜ。死神をテーマとした漫画で、主人公の黒崎一護、朽木ルキアなどを、登場人物として、黄金期のジャンプを支えた人気漫画と言えるだろう。もう連載は終わっているのかしら。本編の連載はもう終了しているな。そして大赤字となった実写版ブリーチは、福士蒼汰を主人公の黒崎一護として、杉咲花、吉沢亮、真野恵里奈などの、豪華俳優陣をキャストとして採用。原作が大人気の漫画だっただけに、その期待も大きかった。だが蓋を開けてみると、オープニングの土日講習が1億3500万円と、爆死スタートとなってしまったんだぜ。1億5000万スタートって爆死になるの？日本の映画の世界で興行収入30億円で特大ヒットと呼ばれる。そしてヒット映画のボーダーラインと言われるのが10億円なんだ。それなのに土日の集客が期待できるスタートで、1億5000万スタートとなると、爆死と言わざるを得ないだろうな。なるほど。でもじわじわと数字を伸ばすこともあるんでしょ？もちろんそうだが、ブリーチの場合は2週目以降も数字を伸ばすことはなく、映画ランキングもどんどんランクを落としてしまったぜ。あらら、人気漫画が必ず映画で成功するとは限らないのね。人気漫画だっただけに、制作側はかなりの気合を入れていた。同じように人気漫画で大成功を収めたるろうに剣心のように、シリーズ化を期待し、制作費もかなりの金額を投じていたんだ。るろうに剣心は良かったわね、配役も良かったし、佐藤健がかなり良い演技していたわ。しかし結果は大こけ。ジャンルは違うが、ドラマも映画も大ヒットとなったコードブルーと、同じ規模での公開だったにもかかわらず、大赤字となってしまった。もともとはハリウッドでの映画化の話もあったようなんだが、それが頓挫してしまい、日本で撮り直そうといった経緯があったようだな。赤字の原因はそれなのかしら？まあそういった経緯ももちろんあるのかもしれないが、ストーリーや配役などにもかなりのブーイングが集まったようだぜ。映画を見る人は、必ずしも原作を見ているとは限らない。だから映画だけを見て内容がわかるようなものであることが望ましいが、この映画の場合は原作を知っている前提で話が進められ、視聴者を置き去りにした内容が大批判を浴びたんだ。長編漫画だけに、数時間でまとめるのは難しい部分もあるものの、主要キャラクターである織姫や茶戸のエピソードなどをごっそり削ったことで、空っぽの映画となってしまった。ああ、いたたまれないわ。主人公を演じた福士蒼汰の演技がひどすぎるという意見も多かったようだな。イケメンだけじゃやっていけないってことね。まあ言い出せばキリがないような大ブーイングを浴びたブリーチは、このように悪い口コミが広がったのか、大赤字の大こけとなった、歴史的大こけ映画となったわけだ。人気漫画だけに残念だわ。二つ目に紹介するのは、実写版ジョジョの奇妙な冒険だ。二つ目もジャンプ漫画なのね。ああ。こちらも言わずと知れた、ジャンプの大人気漫画だ。正式タイトルはジョジョの奇妙な冒険ダイヤモンドは砕けない第一章で、主演を山崎賢人に置いているぜ。でもジョジョって世界観が独特だから、映画化ってかなり攻めてるわよね。その通り。実際実写映画化が日本で発表された際は、ネット上で絶対こけると言われ続けてきたんだぜ。そして案の定こけてしまったと。そういうことだ。ジョジョは書かれている世界が日本よりも海外の雰囲気が強いため、ロケも海外で行われ、CG も使われたりと、制作費はかなりかかっていた。興行収入は 9.2 億円、ランキングは初登場5位という結果になり、決して悪いとは言えないかもしれないが、制作費や大掛かりに宣伝をしていたことを考えると、こけたと言ってもいいだろうな。制作費を上回る収入がないとダメなんだものね。さらに主演の山崎賢人が、自身が演じる主人公東方丈介の呼び方を、イベントで読み間違えてしまい、原作ファンから嫌われてしまったという話もあるぜ。人気のある漫画ほど、熱烈なファンは多いものね。それに山崎賢人は数々の漫画実写作品に出すぎて、実写に出すぎ山崎賢人はもう見飽きたなどの声も多かったぜ。確かに実写といえば山崎賢人みたいなとこあるかも。さらには実写映画の監督を務めた三池崇史監督も、批判の対象となった。三池崇史監督といえば、
こちらも漫画実写映画を多くやっていることから、たびたび SNS で批判されているな。漫画を実写化するのって本当に大変ね。そうだな。漫画の世界観を壊してほしくないと思うファンも多いだろうし、多少の批判はつきものであることから、漫画の実写映画化をやりたがらない監督は多い。三池崇史監督が監督を務めることになるのは、自然な流れのように思うが、ファンからは、ジョジョのファンである堤幸彦監督に変えるべきだ、という声が上がっていたんだ。ファンと制作側の思惑は、必ずしも一致しないもんね。まあそんなわけでジョジョの実写映画は赤字作品となったわけだ。映画のタイトルにもあるように、第一章と銘打って、続編の制作も視野に入れられていたようだが、お蔵入りとなってしまったようだぞ。なかなか難しいのね。三つ目に紹介するのはテラフォーマーズだ。まさかの三作連続で漫画実写化作品。こう見てみると、いかに漫画実写映画化が難しいのかがわかるな。テラフォーマーズは週刊ヤングジャンプで連載されていた。火星に放たれたゴキブリが人型へと進化したテラフォーマーと、それを駆除する人間との戦いを描いた人気漫画だ。テラフォーマーのあの顔が何とも言えないというか、行事っていうセリフもわけわかんないんだけどゾッとして、それがツボにはまるわよね。ゴキブリの生命力と人間との戦いを描くなんて、なかなか面白い視点だよな。現実世界においても、人間とゴキブリの戦いは繰り広げられているから、親近感が湧くわね。そんなテラフォーマーズだが、伊藤英明が主演を演じ、俳優陣も主役級の豪華キャストを多く起用していることでも話題を呼んでいたぜ。伊藤英明をはじめ武井咲、山下智久、山田孝之、小栗旬、菊池凛子など、誰が主演を務めていてもおかしくないその豪華ぶりから、かなりの制作費がかかっていると噂されていて、その制作費はなんと10億円以上だとも言われていたぜ。10億円それは大ヒットを期待しちゃうわね。もちろん原作のファンからも期待の声は上がっていた。テラフォーマーを起用したアース製薬とのコラボ CM も話題を呼んでいたぜ。私も見たわ。あの CG を見る限り、テラフォーマーの完成度は高そうに見えたけど、映画は赤字となってしまったのね。そうなんだ。本作は三池崇史監督がまた監督を務めているぜ。あら、さっきのジョジョに続き、制作費10億円に対し、全国公開スクリーン数327で、興行収入 7.8 億円と、ヒット作とも言えない結果になってしまったんだ。主演を務めた伊藤英明や、他の出演俳優陣も、積極的に番宣に出演していた。さらにゴールデンウィークという、集客が見込めるタイミングだったのにもかかわらず、興収1億5000万円スタートの大爆死スタートを切った。制作陣もびっくりね。実際に映画館に足を運んだ人たちからは、ゴールデンウィークなのに映画館人ガラガラでびっくり、テラフォーマーだけ空席祭りだけど大丈夫なの？といった声も寄せられていたんだ。公開前から大々的に宣伝をしていたにもかかわらず、だぜ。休日ってだけで映画館には人が多そうな気がするけどね。まさかのガラガラとは。舞台が宇宙ということもあり、宇宙船のセットには1億円の制作費がかかっている、という噂もあったし、俳優陣にかかる人件費も半端じゃなかっただろう。制作期間も3ヶ月と、多くの時間と労力をかけているのにもかかわらず、この結果は残念だな。爆死となってしまった原因は何なのかしら。まあ単純につまらないということだろう。さっきも言ったが、長い連載ものの漫画では、一本の映画にそれを集約するのはかなり難しいからな。ネット上でのレビューも散々なもので、一部の若い世代からは面白かったという声が上がっていたものの、やはり多くは批判の声が多かった。ストーリーはめちゃくちゃだし、アクションも微妙。次々に人が死んで、豪華俳優陣の意味がない。など、否定的な声が上がっていたぜ。見るに耐えないわね。結果、こんなにも豪華な顔ぶれが揃って、歴史的な大コケ作品となってしまったんだ。人気漫画だけに悔しい結果ね。ここでも実写の壁が。四つ目に紹介するのは実写版ドラゴンボールだ。出た、実写版もう漫画を実写にするのはやめよう、いたたまれないわ。まあまあ落ち着け。ドラゴンボールといえば、鳥山明先生の代表作で、日本で知らない人はいない、というくらいの大人気作品だ。小さい頃、アニメ見てたわ。年齢がバレるな。日本の漫画は世界で評価されているが、ドラゴンボールも、間違いなく日本が世界に誇る作品だと言えるだろう。この実写版ドラゴンボールは、ハリウッドで映画化されるとあって、観客の期待値もかなり高かった作品なんだ。ハリウッド作品なのね、それは期待が高まるわ。まあ結果は大惨敗となったけどな。制作費は4500万ドルを投じ、興行収入は5700万ドルと大惨敗。ちなみにアメリカでのヒットの基準は、興行収入1億ドルと言われているから、ヒットとも言えない作品だな。ああ、日本が世界に誇る漫画で、ハリウッドで映画化されたのに、
どうしてこんなに残念な結果になってしまったの？それはひとえに脚本家が原因なんだ。この実写版ドラゴンボールの脚本を担当した人物は、お金に目がくらんで仕事を受けたと語っていて、後に世界中のファンに謝罪しているんだ。はぁ？そうなの？ああ。つまりはドラゴンボールを知らない、ファンじゃない人物が、書いた脚本ということなんだ。そのせいなのか何なのか、ストーリーは原作をおざなりにした内容だったようだぜ。さらには日本人で起用されたのは田村恵里子と関めぐみ。ごめん。誰？まあそうなるよな。さらにアジア人気を確保するためにチョウユンファが、キャスティングされたものの、大惨敗となってしまったんだ。あとはキャスティングもいわゆる、白人を優遇するホワイトウォッシュ作品、としても挙げられ、人種差別的作品だという話もあったようだぜ。あらら、世界的に見ても、そういうのは悲しいわね。まあある意味では、原作の人気がすごすぎた、ということもあるな。これまでに紹介してきた映画すべてに共通することだが、原作の漫画はどれも根強いファンが多い、長編の漫画作品となっている。それはアニメではなく実写映画化するとなると、原作と同じか、もしくはそれを超えるくらいの仕上がりになってないと、原作ファンは納得できない、ということもある。確かに原作が好きすぎたり面白すぎたりすると、期待値が爆上がりしちゃうかも。制作費や俳優陣にどれだけイケメン、美女、人気俳優を起用したとしても、原作の世界観が無視されていたり、ストーリーが無視されていると、見ている側はげんなりするからな。ドラゴンボールは当初3部作を予定されていたが、一部の大こけを受けて、もちろん続編は作成されていないぜ。残念でした。というわけで今回は予想外の大赤字となった映画4000、ということでお送りしてきたが、どうだった？一つ分かったことは、漫画実写化は難しいということね。でも、それに挑んでいる監督さんや脚本家、俳優も、すごいプレッシャーでしょうね。そうだな。人気作品に出演できるということは、誇りである一方、かなりのプレッシャーがかかるだろう。それを乗り越えてヒットとなった作品ってすごいわね。るろうに剣心が見たくなっちゃったわ。それじゃあ今回はこの辺で終わろうと思うぜ。また次の動画で会えると嬉しいわ。ご視聴ありがとうございました。